はい、いきます。はい、チーズ。はい、で寝てるか、いけ、もしかして、うん、ツイキャス、はい、するの仮。さあ、ということで始まりました、ピーチキャッスルのラジオ仮のお時間です。いや、声をや、マジで。いやー、ちょっとガラガラ、ちょっとね、急にパッと大声を出すとちょっとタン絡まりっていうのがありますけれども、まあまあ大丈夫です、大丈夫です、よろしくお願いいたします。はい、さあ、ということでこのラジオはですね、毎週水曜日の夜の7時から8時まで楽しく1時間お送りする番組です。はい、お相手はピーチキャッスル、毎週のショート、ピーチキャッスルのこのガラガラ声に不快を覚えてなんかやる気をなくしてしまうトーバルです。はい、よろしくお願いします。テンション上げていきましょうよ。やる気なんてなくさずに。いいじゃないですか。なんだばこの声は。毎週水曜日のこの時間めちゃくちゃテンション高いですよ、私は。好きですからね。テンション高くする前に声の調整してくれます。まあ今ちょもう蜂蜜もそろそろなくなってきてるんで、新しいの買おうかなと思ってますけど。なんだば。何が起こってるば。いや、昨日夜ウリズン桜同期のヤスとちょっと飲みに行ったんですよ。そのせいだろ、完全に。いや、まあ、プロ失格だよや。めちゃくちゃ盛り上がって、ヤスと、同期の芸人の健太くんと僕と、で、あとヤスの、大阪のお友達、なあ6名ぐらいに、この混ぜてもらって、で、なんか健太くんとヤスはもう何回か一緒に飲んだりとか遊んだりして、なんか友達なんだけど、ヤスがなんか前章もう紹介したいからちょっと一緒に行かないって言われて、で行って、まあ沖縄料理屋居酒屋で飲んで、でその後なんかこの知り合いのなんかちょっとの飲み屋スナック的なところに行って、でそこでなんかちょっとなんていうの、年齢層の高い飲み屋さんだったわけ。ああ、なるほど。で、まあ時間制じゃなくてボトル制のお店に行って。なるほど。でなんかみんなもうガンガンカラオケを歌いまくって、周りのおじちゃんたちがヒューって言って、一致団結してみんなで踊り狂うっていう不思議な現象が起きてました。昨日びっくりしました。本当にとんでもないね。とんでもない飲み会でしたけども、いや面白かったですよ。いや面白かったじゃない、はい、こういうの話だよ。いや、まあ大丈夫です。回数が多いわよ、ガラガラになる回数が。まあまあまあ、どうにもならない。まあでも明日になったら多分治ってると思いますから。いやいや、今治せや。明日なんもないやせ。いや、明日あるよ。メディアだよお前。明日あるよ、ある。いっぱいある明日。メディアないだろ。メディアはないな。メディア大事にしない。まあ確かに。どこ集中してるかお前。バカなのか。まあまあいいじゃないですか。よくないよ。やいいじゃないですか。よくない。まあ、でも流そうとすんな、お前。喉のケアも一応俺も頑張って。見れ、こっちを。見てる、見てる。流そうとすんな、お前。流そうとはしてない。ボケ。しっかり直しますよ。それ頑張りますんで。よろしくお願いします。何回目か。はい、ということでよろしくお願いいたします。これ異常ですか、ね、はい、ということでこの番組ではメッセージを募集しております。はい、メールアドレスが797@fmginowan.com、はい、797@全部小文字で fmginowan.com となっております。なるほど。そして本日もですね、ツイキャスで動画を配信しております。たくさんのコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、そしてですね、イクワングランプリということで、はい、もうオープニングから開催しておりますので、はい、ちょっとぜひぜひ皆さんの行く時の声を、お願いいたします。電話番号がですね、0903015-0797、0903015-0797となっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、こちらツイキャスにも番号、載せますので、ぜひぜひ皆さんお電話してください。お願いいたします。はい、お願いします。今日ラジオ来る前にちょっと親と喋ってて、はい、このラジオ番組の前の番組で伊礼のりこさんっていう方がいるんですよ。おお、はいはい。なんか俺なんかおか同級生らしくて、ええー、そう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 。
でさっき、僕なんかお父さんお母さん分かりますかって言ったら、はい、あい分かるよ、なんでね、あんた大きくなったねって言われて、え、嘘でしょ。いや、ほんとほんとほんと、さっき、ものすごいちょっと話にわっと盛り上がりがあって、そうそう、なんかちっちゃい頃の僕とかも見たことがあるらしくて、お、そうそうそう、だから沖縄ってもう改めて狭いなと思いまして、びっくりした。あら、そしてお母は FM ギノワンのヘビーリスナーです。嘘でしょ。はい、6時ぐらいから多分聞いてると思います。というすごいな、沖縄狭いよ本当に、びっくりした。なんかあんたたちのラジオの前にやってる入江のり子っていう人、多分だけど同級生だはずよ。同級生、茶壇の人ってことなのかな、わからんけど、なんか次今日会う時なんかちょっと聞いてみてって、なんか内心ウキウキしながら、そう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 、で実際のところなんかもう知り合いだったし、分かってたから、そう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 、めちゃくちゃびっくりしたなと思って、お母聞いてるのにこんなコーナーやって大丈夫だわ。ん、分からんだろ、終わったほうか多分。天然だから。あー一応ぽいな。うん、天然だから分からんよ。お前なんかお母さん天然ぽいな。そう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 、あー、もうこの間もよ、ちょっとやっぱ家族で久しぶりに喋るやし、うんうん、そしたらなんかまあしょっちゅう俺なんかタイ人だとかなんかそういういじられたりとかするさ、あ、したらお母がもうあんたいっそのことカタカタ乗ったなって言ったばって、あ俺マジで一生果てないんだって。トゥクトゥクなの。カタカタじゃない。カタカタってなって。カタカタってなんかってなって。あるよ、ほらタイの乗るカタカタっていうやつがあるさ。いやトゥクトゥクだろって言って。アギジェって言って。いやアギジェじゃない。アギジェって。なんかそういう間違いする。めっちゃ天然だな。そうそう、ちょっと可愛らしいところがあるわけよ。へー。うん、それは大変だね。わけね、うん。どうですか最近お前なんかお母とかとなんか喋ってる。いやいやいや、もう本当にもう家がゴタ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 してるってラインだけ開きましたよ。ご自脱自すごいよな。お前なんかゴタ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 じゃない。多い多い、めっちゃ多い。なんか最近ライン来なくなってるやつさ。いやいいよ別に。やったほうがから。来なくていいわよ。いやちょっと俺楽しみにしてた、待って。どんなラインが来るのかなと思って。いやだマジで。なんか最近来なくなって、だからちょっと元気かなってちょっと心配になって。いいよいい。いい。いいわ。いい。一応は元気。もういい。もういい。もういい。もうお腹いっぱい。もう。もう本当にもう、おかしい人ですから。あ、そうなんですね。あ、はいはい。はい、あ、なるほどね。はいはいはい。何ですか？なんか、ラインが来てですね。はいはい、僕のところ来てますよ。あ、ね、来てます？あれ、イクワングランプリに、はい、先輩芸人の、はい、クーバヨシキさんに電話してみようかなと。おお。今を同時刻で別の局で、はいはいはい、ラジオをやってるらしいんですけど。おおおお。ちょっとなんかね、その担当しているディレクターの方から、うん、ちょっとドッキリではないですけど、はいはいはい、ガチでちょっといきなり電話してもらえませんかみたいなことが今連絡来てまして。大丈夫なんかな。ね、どうする、ちょっとやってみる今。今ってこと。今じゃないのこれ、もうちょいしてからなのかな。あ、いだから一回だからもう中盤ぐらいでやってもいいじゃないですか、うん、中盤ぐらいではいはい、わかりました。オープニングトークでまあ、はいはい、いろいろありましたけれども、はい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 、じゃあ、ちょっと僕ね、うん、聞きたいのがあって、なんか先週ね、はいはいはい、付き合いたい女子の職業はみたいなことある。ああ、盛り上がりましたね。うん、だいぶこの、はいはいはい、ディレクターとあえてここは呼ばせていただきますが、うん、ディレクターも混ぜての、はいはいはい。ね、大盛り上がりで。まあでも、で、これで言うと、うん、人気の、うん、男子のね、あ、男子職業は何だと思うじゃん。おー、どうなんだろうな。女子が、うん、あなたが第3位が何でしたっけ、付き合いたい女子の職業、第3位が、美容師。美容師、第2位が、はい、CA。CA、はい、第1位が、ナース。ナースね。はいはいはい、まあ、ナースっていう看護師っていう、ね、看護師。憧れがあるんでしょうね、古い。はい、そしてディレクターが、第3位が何でしたっけ、あ、2位でしたっけ。2位、1位のハブ。そうそう、アパレル。ショップ店員だ。ショップ店員。第1位が何でしたっけ、 CA。そう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 。そうなんですよ。うんうん、でそれで言うと、うん、男子が人気な職業って何だろう。女性が求める。女性側からの。ええー、
どうなんだろうな、今の時代もやっぱりこの安定さをやっぱり求めてるのか、ああにもなんか関わってきそうだけどな。なんだろうね。俺3位はよ、なんか分からんけどちょっとだけほんの少しよ、漠然としてるけど、なんかスポーツ選手とかが入ってくんじゃないかなと。いや1位だろそれ、違う、1位じゃん。ば1位、いや1位は1位はあ、またじゃあ2位は、じゃあ、あじゃあ3位がなんか、スポーツ選手、スポーツ選手2位はで、2位がまあバンドマンはないな多分。2位なんだろ、1位はちょっとなんかこれかなって思ってんだけどな。2位は 3B とか言ったりするけどね。え、何それ 3B って。金髪先生、女子にとってちょっと3年 B 組じゃない。金髪先生、よくない職業の 3B ってこれあるらしいですけどね。え、 B がつく仕事ってこと。うん、 B がつく仕事ってある。いやいやいや、もうすぐわかる。は、 美容師。あ、そうなんだ。バーテンダー。ああ、あと何でしょう、あと一つ、あと一つ、 B?B ボーイ。ごめん、俺 B ボーイしか出てこなかったですよ。わかりましたね、今のフリに対して。 B ボーイしか出てこなかったですよ。違うんですよ。え、なんだろう、美容師、バーテンダー、バンドマンス。あー、バンドマンね、やっぱそうかそうか。危険な職業トップ3らしいですよ、はい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 、トップ3なんで。まあまあまあ、わかんないですよこれ、まあ、うん、いろんな、ね、ネットとかにも書いてある、はい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 、あれですけど。いや、なんだろうな、3位がスポーツ選手で第2位、あなたが持ってる職業なんでしょうか。やっぱもう医者とかじゃん。医者。うん。あ、第1位はじゃん。公務員。なんか俺そんな感じがすんだけどな。医者でしょ1位。あ、もう1位っていうか逆円に。だけどなんか沖縄のお前アンケート取ってるんだそれ。全国版でやるよそれ。全国版だけども、いやだけどなんだかんだでやっぱね、お医者さんとかもやっぱ結構難しい方も多いんじゃないかっていうイメージがあるから。あと遊んでるとか。そう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 。だから1位にはならなさそう。お医者さんは遊んでるよ。なんかごめん、お前が言うと妙な説得力があるな、本当に。まあまあ、まあ人それぞれですけどもね。あ、はい、だと思うな俺は。なんかやっぱ、うん、スポーツ選手、医者、公務員。ディレクターの意見を聞いてみましょうよ。じゃあ、じゃあ 2位からいく。どうぞ3位いく。 3つあるんだったら3つ聞いた方が綺麗に、ね、なんだと思います、あの女性が好きな入れ入れて男性の職業。沖縄だけ。沖縄は、いや、一般的に。いや、沖縄、じゃあ、沖縄版先に聞きましょうよ、じゃあ。沖縄か。地方新聞、沖縄版。なんだろうな。あれ、待って、ちょっと待ってください。1位。うん、1位、1位っていいですか。あ、1位。1位は、僕はもう。なんで先に言うねん。あ、じゃあ、ちょっと待ってください。1位。いいですよ、いいですよ。ちょっと整理してからでも全然。2位。あ、はいはい、わかりました。あ、出ました。じゃあ、2位か3位、どっちだろう。あ、わかりました。3位が、はい、沖縄だったら、銀行員とかじゃないかなと思って。3位、ね。沖縄だったら、行員、はいはいはい。安定してるみたいな。なるほど、ね。で、まあそこそこ清潔感あって、はい、ある程度なんかまあ、なんて言うんだろう。ピシッとしてる、ね。ピシッとしてるみたいな、はいはいはい。大変らしいですよ、銀行員も。うんうん、本当にお金が合わないだけど本当に帰らないらしい。新入社員で辞める人結構いるみたいですからね、うん、あ、そうなんだ。入ってもう大変ですね、やっぱきつそうだな、ね、やっぱお金だから、うん、じゃあ第2位は、うん、第2位が某電力会社。あーあー、沖縄ね。あー、がっつり沖縄ですね、うん、それがっつり沖縄かな。じゃあ第1位はそれの1位は、でもこれ、はい、これはでも一般的かもしれないです、はいはいはい、やっぱりスポーツ選手。あーね、1位か、うん、やっぱり、うん、そうなんだ。じゃあみんなの言うスポーツ選手だと何なの。だから野球。うーん、野球ラクロスとかじゃないでしょ。ラクロスとかではない。俺もルールも知らん人だ。ラクロスって。野球選手、野球、サッカー選手、サッカーとかじゃないですかね。なるほどね、うんうんうん、まあ人気でしょうね。人気だな。銀行マンね、銀行マン、はいはい、電力会社、スポーツ選手。皆さんね、圧倒的に抜けてるやつがありますよ。はいはい、そこ。あ、全国版もあるんですか。ちなみにディレクターは全国版は2位が、はい、なんかなんで3位ないのか。思いつかなかった、ね、まあまあまあ、2位はなんか商社マンとか。商社マン、お金持ってて、伊勢丹とか、はい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 、大丸とかの、う
上の方ってことですよね。あ、まあ、総合商社ってことですね。総合商社ですね。を、はい、今 D 明美さんハーフの、あ、まあ、誰のがら明美さんが、はいはい、なんか恋人が、ああ、そうだ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 、はいはいはい、総合商社はね、うん、お金持ってるし、頭いいイメージもあるし、伊藤忠とかですよね、はい、で噂によると体育会系らしいので、ノリが良かったりとかするんじゃないかなと思って、商社ね、うん、そこは全然が入り込まなかったな。伊藤忠とか分かります？は？伊藤、え、話じゃない、覚えてたでしょ、伊藤忠、伊藤忠商事、いや会社の名前分からん、でも伊勢丹とかそういうのは分かる、うん、で一夜スポーツ、ああスポーツ、ああ全国版でね、なるほど、勝者もめちゃくちゃ変わる、もう全国版ですら抜けてるじゃないですか。え、それでも抜けてる？いや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 、結構出たよ今、はあ、代理店、いやちょっと待って待って、 ないない、いやもう1位です、広告代理店、広告代理店、それでしょ、1位、電通、博報堂でしょ、ああどうなのかな、これって調べたらなんか出てくるものが、じゃあもう2位、3位は、まあ、2位は、うん、やっぱ勝者、いいところ来てるなって思いますけれども、はいはいはい、うん、3位は、3位がね、ちょっとだから難しいところで、うん、私はあれです、県庁職員、ちょっとちょっとあれ急になんか安排の公務員影が上がった。3位ですよ、3位、3位、3位、なんかこれネットとかで調べると情報ってなんかあるんですか、女性に大人気の職業ランキングっていうんですか、これ、一番最初に出てきたはい、はい、ホームページでは1位が公務員ってなってます。おら、安定の代表格でしょ、ですよね、僕1位です。え、あれじゃなくて、だからそれってキャリアとかじゃなくて、いやだから女性にモテる職業ランキングでみたいです。そう、やっぱ変わらないんだよ今の世も。いやでもあれでしょ、あれも入ってるから、ちょちょ、あれも入ってるから、なに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 、あれも、いやいやいや、どれよあれもって何よあれ、いやいや分からん、それが気になる、消防士とか、いやいやだから、あ、でも、うん、これは消防士は5位みたいです。抜けてるみたいです。だからもう公務員ですよね。海上保安、海保。あ、でもこれ、あ、これ曖昧だな。これ見ると市役所と消防、海上保安が特に人気があるようですがって書いてありますね、はいはい。逆に移動が広範囲に及ぶ警察や海外派遣の可能性が高まってる自衛隊は下に行きます。ああ。だからまあまあまあ県庁職員とかそういう職員も入ってるじゃん。え、第2位は何ですか？ほら当たるんじゃねえか。第2位は医師みたいです。ほら。ほら。ほらお医者さん。ほら。すごっ。第3位絶対スポーツ選手だ。こう来たら。第3位は、うん、弁護士みたいです。入らない。これ全部お金に関係してるんですよ。ああ、で、やっぱりそうですよ。やっぱり、バックボーンを見てるわけですね。でも、第3位ぐらいには入ってほしかったな。弁護士、いや、弁護士って。弁護士なぁ。はぁ、入るか、弁護士って。一時期目指してたなぁ。おい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 。おいおい。いやね、びっくりした、今。さらりと。え？いや、嘘さ。え？いや、絵じゃなくて、絶対嘘さ。一時期目指してたなって。最近もね、判例がね、いやいやいや、嘘さ、判例がちょっとね、いやいやいや、大学でそんな勉強絶対してないさ、気になる判例があってね、もう俺は判例も知らんからね知っとけお前俺は判例すらも知らんからねああやっぱね、はいはいはい、安定職がやっぱそうなってくるんですよ。まあ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 、なるほど、ね、芸人はちなみに何位ぐらいに入ってるんですかね。入らんか、絶対入らん、入らんか、このランキングではないんですけど、さっき言った広告代理店は9位になってます。あ、低いな、意外に。結構もうちょっと上な感じはしましたけどね。まあ10位以内には入ってることもすごいっちゃすごいですけど、うん、ああなるほどな。ほらやっぱだ、やっぱもう公務員医者で、あ、そういうまあまあ安定か。スポーツ選手いいと思うけどな。もういい、あ、うん、野球選手でちょっと今ピンときたんだけど、うん、あのアナウンサーってなんでこの野球選手とこううまくなる
率が高いのか。いやだから接触率が高いからでしょ、このスポーツ中継だと。そう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 。はあ、なんかそれアナウンサーの中でもなんかやっぱ絶対そういう話になるさ。いや絶対なってるよ、誰々選手が良かったとか、うんうん、そうそうそう、取り合いとかにならないのかな。いやなってるって絶対なってるから、やっぱ女の世界だからな。ちょっと怖いなと思うんだけど。怖いな。まあ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 、まあ、人気の職業ってねいろいろありますけど、やっぱこうやっぱこの公務員とか、はいはいはい、弁護士なんかそういう職業についてると、うん、やっぱ合コンも増えますよ。お、そうなの。絶対ないでしょ、あ芸人なんて合コン。まあな、まあ、ある やってるやつはやってるかもしれないけど、うんうん、もうよく聞くわ本当に人気の職業で合コンやってる人はたくさんいるんだ、うん、多分公務員とかなったりしたら週8で合コンあるでも。いや1日2回のやつがいる週8で、週8でそうあるわ。まあ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 、だってもう時間も仕事終わるのも決まってるわけだしな、うん、その分飲める時間が増えるもんな。飲めるって、飲めるっていうか、この居酒屋とかこういうパーティーとかに行くのも時間でお前三段つけるな見てみえん、わった芸人なんて合コンする金すらないよ。それはお前、まあまあお前だけですよそれ。ええ、ほら周りはしてるかもしれないですよ。いやいや、お前は一心同体だよ。いやいや、一緒だよ。一心同体。いや一緒だよ、一緒。お前が合コン行くときは俺も行くのに。ええって。もう本当にバカなのか。お前嫁さん聞いてるんじゃないわ。行かれてんのか。ごめん、たまによ忘れる時がある。いやいや、殴るな、うん、殴るな、パンチパンチ、これパンツんな。あ、いや鉄拳制裁、これ何かしら炎上する前に俺がもう一旦、ね、鉄拳、あお前で、お前で痛い。何かあったらもう顔殴ってきますね、顔私が、すいませんね。はい、よろしくお願いします。あ、そして Twitter、はい、ネームヒーローちゃんさんから投稿ですね。はい、でも沖縄の人って合コンしないよねって。ん、あんまりってことしてるんじゃない。してるんじゃない。那覇市はもうね、那覇の人はしてんじゃん、うん、中部の人がもう那覇の人に向かって言うような言葉、那覇市ね、うん、してんじゃん、やってるの。あ、なんかだから合コンと飲み会っていう境がなんかあやふやなんじゃない。いやだから、いやそう、合コンは合コンじゃん。まあ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 、だから合コンはじゃあ何、このみんなが知らない人たちが集まるのが合コンってこと。ああ、じゃあじゃあ飲み会は何この知ってる者同士が集まるのが飲み会。いやそれは知らんよ、なぜか急に、急になんでか。いやいや、俺分かると思う。いや言語の由来ってことだろ。それ言語の由 来、お前それ金田一先生に聞いてくれ。これはですね、あのバブルの時期に生まれた言葉でみたいな俺言うと思った。いやいや、なんかその境目とか、なんかお前そんななんか知ってるかなと思った。あ、なるほどね、それはちょっとごめんなさい、知らないです。そしてツイッターネームレレチさんからの投稿ですね、はい、してるしてるって。おお、ええー。そして男性に限らず自分で稼ぐ女性が増えてるってことですねっていうこと。ああ確かにね。で飲み会は飲み、はい、目的、はい、合コンは出会い目的。あ、じゃあみんな出会いに来てるってことじゃ。もうそれはじゃあ公然周知の事実ってことでしょ。あ、ええー、じゃあ合コンって言ったらもうじゃあ出会い目的。ほう、そう、そういう感じなんですね、出会い目的。そしてツイッターネームヒーローちゃんさんですね、はいはい、ちなみに合コンってどこでしますか。合コンが居酒屋とかはないなーって。あー、え、居酒屋でしょ。いや居酒屋でしょ。え、茶壇の田舎も出身一緒やさに。いやもう同じで、あれじゃない今で言ったら、え、何どこでやんの居酒屋がやったら。バルとかじゃない。あー、おしゃれ。いや、おしゃれすぎる。バルとか何ちょっと、でも最初にバーとかは行かないでしょ。いや行かないでしょ。だからちょっとワイワイできるところで、なおかつおしゃれな、はい、要はワインが置いてればいいんだろ。え、そういうこと。そうでしょ、そういうことなの。ワインが置いてればどこでもいいの。うん、お前茶壇の居酒屋でワイン出ないだろ。出ない、うん、置いてないよ。ちょっといい感じの個室がありそうなところでもワインは置かない。謝れ茶壇に、お前乗ってくんな。すいません好きですよ、茶壇の居酒屋大好きですもん。なんだろうね、バル以外であるじゃん。俺だったらやっぱ第一希望でバルとか選ぶかな。バル、うん、
そしてね、ツイッターでもヒーローちゃんさんが、ね、はい、投稿です。ありがとうございます、はいはい、創作ダイニングバーとかが良きってきた。あー、これな、俺苦手なんだわこれ、これめっちゃもう創作料理でしょ、だからアラカルト、まあ、はいはい、でも何の料理なのっていう料理が多いのよ、めちゃくちゃ。しかも昔あったわ、結構もう食わず嫌いっていうか、お前好き嫌い結構激しいから、もう、もうこれ名前出していいのかどうか分からんけど、うん、もう俺むしろ合コンとか銀次でやりたいもん。あーあー、いいねいいね、やっぱ、いや、分かる、うん、マグロとか食いたいわ。そう、なんかホタテのなんかバター焼きとかパカーンって、みんな実際そういうの食いたいだろ。うん、食いたい食いたい、絶対そう。そんなもうおしゃれに、そんなバルとかもう行くな。いや、バルはうまいよ。まあまあ、バルはうまいかもしれんけど、じゃあなんかこんな創作ダイニングとか、なんか創作ダイニングとか無国籍料理とかあるさ、うん、あーあー、俺知りえ意味わからんばい。料理に国籍はあるだろ。あるある、絶対あるよそりゃ。無国籍料理って何か。しかも本当に美味しいのかどうかもあやふやなとか、料理とかあるよね、多国籍料理とか。居酒屋にしねえもん。めっちゃ怒るやつ。わかるわかる、そう、めっちゃわかる。で、大概なんかちょっとおしゃれな雰囲気を出してる、こういうなんか創作のとかはもう東原さんは食えないもん多いですよ。あ、そうなんだ、本当に多い。もう、そう、もう無理だよ。そう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 、俺お通しとかでパッパってできた瞬間に、あ、これ多分東原食えないだろうなって思う。あれや、バル、うん。いや、もう女ルールとか知らんし、マジで。銀次は2回目の2人のデートかしら。いやいや、一発目から行けるよ別に。一発目から行く、行く、こっちは。言っとくけど、そういうなんかおしゃれなバーとかさ、うんうん、なんかそれこそおしゃれな、うん、まあ、バルとかレストランとかさ、合コンとかしようとするようなやからなんてさ、ろくなやついないんだ。まあ、もうなんか下心感がもう満載に出てるよ。逆にね、うん、もうマグロ本舗とかさ、ああいうお店にね、あの合コン会場選んだ後が大事なのよ。うんうん、ああ、はいはいはい、そんなもん、うん、二人っきりのデートの時に、うんうん、フレンチとか行くべきなのよ、うん、要はもう付き合ってからでいいのよ。ああ、分かる分かる。そう、そんななんかもう出会いたてでお互い何も知らないような、だってさ、そんなとこに選ぶようなやつなんてさ、うん、いろんなやつにするわけだからさ、うん、そういうことさ。ああ、分かる分かる。彼女にだけじゃないのよ、うんうんうん、いろんな、そういうことするなんて彼女にだけでいいじゃん。ああ、ね、その方がいい。大事な日にフレンチのレストラン取ったり、うん、まあね、記念日、あのイタリアンレストラン飲みに行ったりとかさ、そういうとこでいいのよ、おしゃれなバーとかはさ、うん、はい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 、もうその時点でもう顔がチンチンになってる。ちょ、待っとけや、おいおい、何が顔チンチンやってるわ、もうそういうやつは、まあ、アホだろお前。だからね、俺は言うことマジ当たってっかんね。いやいや、わかるわかる。俺ほど男子の言葉を言ってるような人はいない、うんうん、マジでそうだから、うん、もう本当にそうですよ。あ、みんなそう、みんなそう。だからむしろ、うん、本当に餃子屋さんとかで合コンとかしてる人で、うん、なんかその人の奥見た方がいい。うんうんうん、なんかな、いいやつだから。その飲み会とかも盛り上げてとか楽しいような雰囲気出してる男の人たちの方がそう、そういう人に気に入られたら2回目にいきなりレストランとか連れて行かれる可能性あるからさ。うん、うん、あるよあるよ。まあ俺なんだけどね。いや、お前かい。いや、もう気持ち悪い。チュッて聞こえた。チュッて聞こえた。まあまあ、ごめん、そういうことですよ。はいはいはい。まあまあ、ちょっとまたね、一旦 CM 挟んでまた続き話しましょうか。うん、そうですね。はい。じゃあちょっと曲いきます。曲いきますか、じゃあ。しょっか。はい、行きましょうか。男性の目線だから、ね、あの人気の職業は分かりますよ、そりゃ、うんうんうん、分かりますけど、うん、そんな危険なことないですから、うん、ないないない、ね、あ、うん、ちょっとね、じゃあ行きましょうか。行きましょうか。はい、じゃあ行きましょうか。はい、早速一曲お聴きください。アビーチで Dear Boy。 アビーチ。違うんじゃん。おしゃれな。うん。クーバさん電話大丈夫なのかな。あ、来てる来てる来てる。あ、来てる。あ、どれ。
今ここわかる？何？わかる方法。誰これ？あの、あれああここ？うん、今日はめっちゃ高い中華街。マジで、うん、だから明日、金曜日か、17日7時からめっちゃ行きたい、やばい。だから稽古が入ってるわよ。だからそれ終わりで連絡しますと一応言ってあるけど。ああそうなのよね。これで検索しろ。待て、いや、違う絶対何かいたずらする時の顔してた今。めっちゃ長いぜこの曲。長っ。はえ、もう5分ぐらい流してない。あと2分ぐらい。いや長いですよ、もういいですよ。長いっ
ラララララ、デジ歌でし、デジ歌。ラララ、You make you make you happy、ラララララ。覚えたやつさ、俺これ。さあということで引き続きピーチキャスの仮お楽しみください。はい、お願いします。さあということで、どうしますか。先ほどの続き、はいはい、ツイッターネームヒーローちゃんさんからの投稿ですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあじゃあ質問。お、男の人は合コンで、うん、今日持ち帰りいけんじゃねって下心はあるのっていうことで、あーあー、よいしょ、じゃああるのっていうか、うん、全員あるわ。じゃないですかね。全員、むしろ今日いけるかなって話してるもん、まず。男子なんてこの合コンやる前ってことでしょ。うん、このそれ確かにしてると思う、本当に。うん、それしかしてないよ、だろ。うん、それしかしてないと思う、それの探り合いよ。うんうんうん。じゃあ逆に女性はどうなのかな。いや、してるに決まってるよ。今日も、あ、もうかっこよかったらいいねーっていうのと、はいはいはい、あと、うん、いや、さすがに払ってくれるでしょ。あ、お会計。うん、あ、これ、これのみ。うん、もう欲と欲のぶつかり合いだからさ。いいことあるか、それの欲の。だから俺はむしろだから、早めにさらけ出してほしいのよ。うん、ああ、はい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 。そうそうそう。そういうなんか、そう、やっぱり、うん、じゃ先に出さないとさ、うん、ややこしいことになるからさ。うんうんうん。言ったらお互いがお互いを探り合い探り合いのまま、そうそうそう、時間だけがずるずる過ぎていくっていう、そういうことです。まあ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 、それはもう全員この話してると思いますよ。エッチできるかな。いや、ストレートに言うな、もうちょっと隠せ、もっとグロく言ってよ。やれるか。いや、もうやめて、やめてやめて。その話しかしてない男は。うん、男はもうそれしか考えてません。いい男に見えるほど危険だ、うん、いっぱい、うんうんうん、すごい、もう提灯あんこうのようなもんだよ、みんな。もう俺とかも待って、もうすぐチューさせてくれっつって。お、ストレート、ストレートに早めに言っといた方がいいでしょ。まあ確かにな、うん、そしたらあの相手の女の人とかもなんか、あ、東原さんってこういうの言っちゃうタイプなんだって、心を、そう、開くのが早くなるかもしれんしな。そう、うんうん。でね、うん、あ、ツイッターでもヒーローちゃんさんが、うん、でもついていく女性ぶっちゃけいなくないです、いるのかなって。いや、これがいるのよ。しかもこれってなんかその友達とかにバレないようについてくるパターンのやつが、いやいや、そう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 、応援みんな隠して、だからこっち側も分かってるからね、男子も。うん、俺やってる友達とかでも、うんうんうん、もうめっちゃいい人のふりして、うん、もう自分の好みのやつだけにロックオンかけて、うん、相手の気持ちも、男子なんて、もう女子なんてさ、うん、自分の同級生にバレたくない生き物で、はい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 、あと自分に火がないようにしたい、はい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 、人たちばっかりじゃん、うんうん、人間人種な、だ、うん、あ、強引に来られたから、うんうん、とか、だから言い訳を作ってあげておくのよ、うんうんうん、もう最近の女子、男子は、うんうんうん、ね、もうなんかいかに女子にこう、まあ、女子そういった方が友達にもこういう言い訳できるでしょ、うんうん、そうそうそう、そうバレてますからね。バレてるよ、もうこんなの、もうこそこそ LINE してるのもバレてるよ、テーブル越しに。俺はもう分からないですけど。いやいやいや、お、急に逃げた今、刺さって今隠れた今。そしてツイッターネームレレチさん、あ、これさっき読みましたか、沖縄の男性にそんな人いるっていうの読みましたっけ。ああ、読みました読みました、います、います、いる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 、もうみんなみんなもう琉球犬ですよ。もう琉球犬、琉球犬もいろんな血が混ざってもすぐ肉ポーン置いたらザラザラザラってもう走っていくような感じだから。やば、お前首元にデジ食いつくやし。食いつく食いつく。そしてツイッターネームヒーローちゃんさんですね、うん、ありがとうございます。東原さんはなんでそんなに詳しいの、合コン慣れしてますね、うん、ふっっていう、知ってるに決まってるやん。そうですよ、何年生きてると思ってるんですか。合コン慣れというかさ、うん、いや知ってるさ、みんな、うんうんうん、してない人もいるよ。じゃあ俺も別に知ってない方でありいますよ、絶対、うん、何回かですけど、うん、そう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 、こんなもんね重ねなくてもわかる、うん、回数なんて、うん、いろんな人の話聞くんだから。はいはいはい、学園とかでもな、そんな話とかもするし、うん、同級生の地元でもみんなしてる、うんうんうん、みんなしてる、そう
そんぐらいも分かりますよ。そしてですね、はいはい、あ、これいいですね。ツイッターネーム、ミックさんですね、うん、ありがとうございます。こんばんは、トーバルさん、どんどんおしゃれになってくねということで、ね、よっ、ありがとうございますということで、はい、すいません、ありがとうございます。ね、前島さんはどんどんおじさんに。そうですよ、もう今俺今日全部黒だから、もうほんとオスゴリラよ。オスゴリラがもうバイク乗って運転してるわってなるからね。そしてツイッターネームヒーローちゃんさんですね、ありがとうございます。前島さん、お米10キロまだ？いや10キロではない、お米券500円分です。500円分でした、はいはいはい、びっくりしました。10キロって言ったらもう10キロではないですからね。ください、ね、はい、そしてちょっとじゃあメールも来てるのでちょっと読みたいと思います。そうですか、ラジオネーム、うん、アイコ1122ジャンキー旅人さんからの投稿ですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。メールですね、はいはい。ピーチキャッスル、ピーチキャッスルさんへ。いや、ちょ、待てや、待てや。待てや。何？そこ、自分たちのコンビ名あんなっぱら。ピーチキャッスルって書いてるでしょ。いや、書いてる、書いてる。ちゃんとキャッスルって書いてある。ピーチキャッスルさんへ、うん、1位は YouTuber ですよ。わら、マジだよ。ということで。いや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 。これ PS ですかね。はい。20時から光テレビでドラゴンボール見ますね。うんうん、何の報告だよ。もう、YouTuber の時代は、まあ若干低迷しつつあるんじゃないんですかね。いや、来てるわ、来てるわ。まだ来てます。いや、来てる絶対。一時期バーンってなんか跳ね上がりましたけども、もうなんか、まあまあでも多いか、多いか、なんだかんだで。やばいと思うよ今は、若い子からの人気は。だってテレビよりも今もうネット TV とか、うん、そういうネット番組見る子たちがそうもう本当に多いらしいですからね。そういうことですよね。視聴率も下がっていくかもしれないですけども。そう、どうします、トーバルさん。はい、もう時間もすごいだいぶ経ってるんですけど、ちょっとじゃあイクアングランプリ、そうですね、常にもう受け付けてますんで、受け付けておりますので、あなたの行く時の声を聞かせてください。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。電話番号が、090-3015-0797 090-3015-0797となっております、はい、ということで、はい、トーバル、10点満点中、はいはい、7点以上、はい、点数をつけられた方にはお米券ということで、はい、そうですね、今一人ね、ヒーローちゃんさんがリスナーの方が一人もらえまして、うん、500円分、これいつでもね、はい、FM ギノワンに取りに来てもらえれば、はいはいはい、ありますか。あ、ありますあるでしょ。ありますあります、大丈夫ですよ、ありますよ。来てください、はい、そしてじゃあちょっとじゃあ今日かいかじゃあなんか ね先輩芸人のクーバーよしきさんのラジオにねかけてきてくださいということで、ディレクターからの、そうそうそう、あっちの局からのディレクターがちょっとリクエストがあったんで、あるんで、ちょっと電話かけてみますか。僕の携帯で電話かけますよね。はい、大丈夫、あのマイクにスピーカーにしますんで、はい、撮るのかな俺、何の連絡、怖いけど連絡クーバーさんかけるなんてラジオ中でしょ今、むしろ撮るね、撮るかな。 LINE から送って、あ、来た来た、僕の後輩芸人のピッチカツの前白くんの、あ、先輩、あれ、前白くんの、はいはい、はい、どうもお疲れ様です。いや、ラジオ中に電話取らないでください。あ、いや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 、今あと1分ぐらいでこっちは閉まるんだけど。えー、ですか。ちょっとすぐ行った方がいいよ。はい、じゃあ、クーバさん電話に取ったってことは、電話に取った、電話、はい、電話に出たということは、イクワングランプリにエントリーしたってことでよろしいですね。ええー、いいですよ。はい。あ、じゃあ行きましょう。はい、じゃあクーバさん、あなたの行く時の声をお願いいたします。エントリーナンバー1302番、クーバよしきでイクワングランプリです。どうぞ。イクワングランプリ、イクワンって、怖い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 、来て来て、え、何、クーバさん、何ですか。え、分からん、イクワングランプリ、イクワンって何。行く時の声なんですけども。バカじゃないの。めっちゃ笑ってる。クーバさん、クーバさん、何、すでに、女性が何件かかけてきてるんですよ、これも。はい。そうですね。あれです、セックスの時の声です。いや、言うな、そんな露骨に。言うな。俺、一応、あんな感じだよ。いやいや、怖いでしょ。アマゾンの奥地の猿ぐらいの叫び声だったよ。ああ、そうなんですね。
ああ、じゃあ、すいません。じゃあ、東原さんにじゃあ、ちょっと点数をちょっとつけますので。何でしたっけ、はい、はい。7点以上を獲得すると、ピーチキャッスル前城からお米券500円分をプレゼントということになってますんで。はいはいはい。10点満点中、7点以上取れば、はい、プレゼントになりますんで。じゃあ、それでは東原さん、採点、お願いいたします。1点残念です。少ない。1点って0から1スタートじゃないの。はい。怖かったんで無理です。そうですね。怖かったんで。なるほど、可愛ければよかったのか。そうですね。クーマさん、そしてね、我々、この曲もちょっと頭おかしいんですけど、うん、7時台でこんなコーナーやってるのを通って OK 出てるんですよ。うん、すごいな、それすごいな。そうなんですよ。で、もう今人気でね、うん、閲覧数もこのコーナー始まって伸びていくんですよ、どんどん。そうなんですよね。なるほどね。やっぱスケベがいっぱいですわ。はい。はい、じゃあもうこっち始まったから。はい。はい、わかりました。ありがとうございました。はい。はい。クーマさん、1点ということで。いや、1点でしたね。なあ、怖かったわ。クーマさん。男子の時点で、うん、マイナス4点から入ってますから。そうでしたね。うん。だからもう行ったら5点は取ってますよ。はいはいはい。なんか女性になんかかけてみたいですけどね。やめろ、お前。なんか女性。いやいや、気持ち悪いって絶対。女子にかけよう。いや、それ求めてるでしょ、皆さんも。女の子誰か。いや、もう知り合いにかけ出したら終わりよ。いや、まあ確かに。いや、そうですけども。うん、本当は一番は、この時間中に、もう、このラジオ聞いてるリスナーさんから電話かかってくる方が、まあ一番いいんですけれども。まあね。うんうんうん。うん、ね、ヒーローちゃんさんは、この前電話して。お米券無事ゲットしましたからね、はい、ありがとうございます。そしてツイッターネーム、はい、まあ、同じくヒロちゃんさんが、はいはいはい、一期一会行こうかということで、あ、ぜひぜひ、ありがとうございます、来てください。でも、うん、私からチケット買うということで。なんでよ。やありがとうございます。なんでよ、それは俺のお米券と引き換えだよ。いやいや、引き換えだよ。いや、なんでよなんでよ。いやいや、そりゃそうでしょうか。そうでしょうか。それはお前言えないですよね。はいはいはい、はい、たくさんね、はい、電話が来ればいいんですけども、なかなか来ないですね。電話が来ないことにはもうどうにもならないですからね。ならないです、ならないです、もう。そして、メールも来てるのでちょっと読みたいと思います。はい、お願いいたします。ラジオネーム、あいこ1122ジャンキー旅人さんからの投稿です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。名前間違えてすみませんでしたということ、うん、間違えてなかったですよ。はい、すみません、ありがとうございます。ハーラーダー泰造ですに似てますね。え、僕がですかね。僕が泰造さんで。あの、ま、うん、そしてまたあれ、うん、ヒロちゃんがまたかける外人バージョンでって。どういうこと。聞いてみたい。何、外国人バージョンって何。外国人バージョンって聞いてみたい。いや、それはもうめちゃくちゃ聞きたくなるよ。それはそれはもうぜひとも電話かけてきていただいて、はいはい、外国人バージョン、お米券が2個いや、来るかもしれない。なるかどうかは分からない、それは。あ、判定採点次第ですから。そう、採点次第ですからね。これ、あの、だってさ、閲覧数もさ、はいはい、こんな1人2人なわけじゃないじゃない。うん、そうですよ。そしてさ、うん、ラジオを聞いてる方々もいるわけですからさ、はいはい、これ電話かかってきてもおかしくない。でも本当にもうあれにしたら、何、もう今度から、何何、このスポンサーつけてさ。これだけのプレステ4。いやいや、デージ上等。デージ上等。わかんないけど、沖縄のラジオでプレステ4が当たるコーナーがあるってこと。我々が人気、もっと人気出ればもっとかかってくるはずなんですけど、うん、だからこれ、ね、比例して伸びていくんじゃないですか。はいはいはい、どんどんね、うんうん、もう頑張りましょう。お互い頑張りましょう。じゃあ我々も頑張って、リスナーさんも頑張って。あのエロい声聞くために俺たち頑張る。だから、まあまあいいんじゃないですか。そういうなんかエロな感じの沖縄の芸人っていないんじゃないです。ああ、まあまあ、そうそうそう、ね、いないところ全部もう攻めていこう。ピーチキャッスルで全部ペタ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 ってつばつけとくばよ。パパパパって。大丈夫大丈夫、もう俺もう何言われても俺、あれ、あの匿名希望でさ、はいはい、匿名希望で、はいはい、あれしたら、なになに、何、匿名希望、なんか沖縄の女性タレントにかけかけてみようぜ。ああいいですね、それ、うん、だからもう要は名前も全部変えて言うってことでしょ。そう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 、やるかい、やるかい。ちょっといろんなところにアポ取るか。知り合い多いぞ俺。いろんなところ
願いします。責任は、うん、ディレクターが取る。匿名でいいんでお願いします。一回だけちょっと出てくださいっていうこと。そしてツイッターネームちかぼうさんですね、はい、ありがとうございま す。ヒーローちゃんさんの声聞きたかった、うん、先週たまたま聞けなくて残念です。あらあらあら、すみませんね、すごいですよ、先週すごかったですよ本当に。もう番組終了1分でどえらいことになりましたからね。ね。はい、まあいろいろね、いろんな人をかけてきてほしいですね、はい、欲しいですね。男子でも全然ありです、ね、ありですありです。あね、この FM 機能のラジオ聞いてる方もね、うん、もう全然ぜひぜひかけてきてくださいよ。あ、そう、はいはいはい、よろしくお願いします。あ、そっか、 あと一個 CM 挟まないといけないですよ、ね、あ、なるほどね、はいはい、じゃあそれでは一旦 CM でーす。ぜひともかけてきてくださいね。さあさあ、匿名だったらなんか出てくれそうだけどな。さあということで、はい、1時間あっという間で残り時間が3分ということで、ちょっとあっという間です、ね、はい、我々ピーチキャッスルからお知らせがございます。はい、お願いします。今週の土曜日ですね、2月の18日にですね、はい、吉本沖縄花月にて一期一会というお笑いライブがございます。はい、スタートが夜の7時30分から、チケット前売り1000円となっております。はい、我々ピーチキャッスル手売りチケット持ってますので、はい、欲しい方はぜひぜひツイッターからでもコメントをお願いいたします。お願いします。そしてですね、2月の26日に、はい、我々ピーチキャッスルと、後輩芸人のカシスオレンジ、はい、M1 グランプリ対策ライブ、漫才を愛する男たちという、はい、M1 対策ライブを行います。はい、そしてゲストにはですね、プラスマイナスさんが来てくれます。素晴らしい。はい、もうね、このライブも、ね、ガチンコの、そう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 、まあ、M1 に向けたライブですからね、うん、そうそう、 M1 でどんなネタをかけた方がいいかとか、まあ、どういう風にやるのか、うん、あー、これやるしかないんじゃないでしょうかね。はいはいはい、ね、なんか楽しそうな感じになると思いますんで、ね、はい、またね、今までのなんかライブとは変わったような雰囲気のライブになると思いますので、はいはい、こちらも手売りチケット、我々持ってます。前売りが1000円となっておりますので、満席になるべくしたいですね。はい、そうですね、なのでぜひぜひラジオ聞いてる方もお友達誘って遊びに来てください。はい、さあ以上です。みんなお米券欲しくないんだね。ねえ、商品がダメなんか。あ、これも会議だ。会議か。練り直すしかないのか、また、うん、会議でございます。ね、いいですね。そしてツイッターネーム、はい、ヒーグーミーさんから投稿です。ありがとうございます。もももも、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、あ、今日は電話鳴ることなかったですよ。はい、FM 機能の電話が、ね、もうほらですわ、あと1分弱、はい、かかってくるかな。これギリギリまで毎回やってますけど、はいはいはい、合コンよ。合コン、何合コン、それこそ何合コン、なんかこの本当に一回でいいから、うん、女子の気分になって合コンに参加してみたいやつさ。気持ちいい女の子ってこと。そう、なんていうのかなと思って、自分たちが女の子になったら、うん、このね、うん、何、不意のワンギリはちょっとやめてもらっていいですかね。ワンギリがあんの。はい、なんかワンギリも、あ、本当だ、すごい、あ、かかってきた。何、来た来た、電話、いやいや、お前もあと50秒しか、やばいやばい、はい、取って。あ、もしもし、どうも、はじめまして。あ、はじめまして、男性だ。ちょっとよくわかんないんだけど、趣旨が、まあ、札幌なんですけど。すごい、アイコジャンキーですよ。アイコジャンキー、アイコジャンキーさん、はい、僕ね、はい、ショーハンティックさんのユージさんとちょっと知り合いです。吉本、誰ですか。ちょっとすすきので、ちょっと出会って、一期一会ですね。
はいはい、お話ししてるんで、はいはい、で僕その世代なんで、チョハンティングさんの世代です。あ、酔っ払ってます？いや、酔っ払ってないです、酔っ払ってないです。これ俺のちょっと、ちょっと初対面のちょっと初めての声なんで、ちょっとごめんね、すみません。いや、全然大丈夫です。また来週かけてください、絶対。何のコーナーかちょっと分かんないんですけど。あのエッチなコーナーなんですけど、あと3秒しかないです。はい、来週かけてきてください、お願いします。お願いします。エッチはね、もうね。あーいや、うわー、こんなギリギリや、毎回ギリギリなのよね。もう、あーもう、これがね、生のいいところ、出るところで。はい、あ、まあ、皆さん、まだ今日もね、終わりましたけれども、はい、また来週、はい、ぜひとも電話かけてきてください。お願いします。そして、愛好ジャンキー旅人さんですね。はいはいはい。ありがとうございました。もうちょっと早めに電話かけてきてください。お願いします。ヒーフーミーさんも、はい、ヒーローちゃんさんも、チカホーさんもね、はいはいはい、そしてミクさんも、はい、そして、レレチさんも、はい、ね、また来週も聞いてください。いやいや、今ヒガリウータが聞いてたんか。こいつよ、最近ずっと聞いてるわけよ。家に Wi-Fi があるって。デイジニアのやつさ、こいつに Wi-Fi って。なあそれ。まあいいや。まあいいや、ありがとうございました。ありがとうございました。